ジーン・ピットニー、1941年2月17日から2006年4月5日は、アメリカのシンガーソングライターである。独特の張りのある歌声で人気を博し、恋の痛で、リバティバランスを打った男、非常沼地等、多数のヒットを持つ。日本では、ルイジアナママで知られている。コネチカット州ハートフォードに生まれ、同州ロックビルで育つ。クライド・マクファターや、ムーン・マリカンに影響を受ける。高校に進み、バンドを結成する。1959年に、ビリー・ブライアンの変名でデビューするも、チャート入りはしていない。1961年、アーロン・シュローダーが新設した、ミュージコアレーベルと契約を交わす。同年、恋なんておさらばラブマイライフアウェイでデビュー、39位を記録する。2枚目のシングル、ルイジアナママが不発するも、3枚目のエブリブレスアイテイクが42位を記録する。続く、非常の街が13位を記録し、ピットニーの名は徐々に知られ始める。5枚目のシングル、リバティバランスを打った男が4位を記録し、一躍、ヒットシンガーの仲間入りを果たす。その直後に、同名の映画が作られる。続く、恋の痛でも2位を記録する。しかし、その後のシングルは、アメリカのチャートでは、浮き沈みが大きく、安定して、ピットニーの曲は、イギリスのチャートでヒットを出している。1963年には、バート・バカラックの、タルサからの24時間が、全英5位を記録している。また、作曲家としての一面も併せ持っており、ボビー・ビーの、ラバーボール、ザ・クリスタルズの、ヒーズ・ア・レベル、リッキー・ネルソンの、ハロー・メリールといったヒット曲を生み出していることでも有名である。1966年のバックステージは全米25位を記録。1968年のハートブレイカーシーズ、A ハートブレイカーは全米16位を記録するが、1970年代にはヒットレコードを出していない。ピットニーは活動の拠点をイギリスやヨーロッパに移す。また、1970年代はオーストラリアでもヒットを出す。1989年、マーク・アーモンドがピットニーのサムシングスがトンホールド・オブ・マイ・ハートをカバーしたことで、イギリスで注目を集める。1993年、ワールドトレードセンターが爆破被害を受けた日、ピットニーはニューヨークのカーネギーホールでコンサートを開いていた。2002年にピットニーはロックの殿堂のパフォーマー部門に認定された。2006年4月5日、イギリスでのツアー中に、ホテルの部屋で、動脈硬化による心臓発作で死去した。65歳だった。そのツアーの最後は、非常の街で締めくくられ、スタンディングオベーションを受けていた。ありがとうございます。